萩生田は統一教会の信者です。日本の多くの庶民を苦しめた男です。衆議院選挙で絶対に落としましょう。ドンマッツさんの話を聞いてください。記事ですけども、萩生田氏身内と思っていたと元信者が証言していると。身内っていうのはね、まあこれ表現としては兄弟姉妹と思ってたっていう話なんですね。八王子の施設に通っていたとか元信者が、まあ、萩生田光一議員が来ていました、自民党が政権取る前では月1回とか月2回とか結構来ていた、教会に実際に来て教会長の隣に座って説教するみたいな感じ、まあイラストはこんな感じだっていうわけです。みんなで、そうやって釣り出してですね、電動対象者というのをビデオセンターに呼んだら、そこからものすごい長時間をかけて説得すると、カウンセリングすると、まあその中で心を支配していくというプロセスを取る、つまり霊能親が霊能子を徹底的に、まあ心理的にケアをすると、その時間がものすごい長い。今その結果霊能親と子の間にはですね、まあ確かに親子のような深い関係ができるわけですね。萩生田光一が八王子教会に出入りするということは、萩生田光一を伝道した人間がいるということです。萩生田光一を霊の親がいるということです。多大な時間をかけたということです。まあ暇やったらし落選してね。カルトっていうのは生活と情報と、もうそういうものをもう徹底的に管理するというのはカルトですから、その最も激しい形が統一教会、カルトの元祖であり横綱的存在ですからね、統一教会というのは。でそこでまあ教会のイベントに定期的に参加することがあったというような人が、ここに入り込むためには統一教会の信者と相当のつながりがなければ入れない。メンバーシップを得るというのはそれだけ大変なんです。統一教会のようなカルトの中でメンバーシップを得るというのは。ですからこの時期に統一教会、彼が統一教会信者だったというのは、私はもうほとんどほぼ断定していいと思って、まあ、萩生田光一は有田さんと対決ということですね。有田芳生さんと、まあ、萩生田を倒してほしいですね。統一教会長年今こう戦ってきたというか、その闇を報道し続けたジャーナリストとしてですね、有田芳生さんというのはやっぱり立派な人ですから、そこで萩生田を倒すというのはもう、戦うマッチアップするというのはもう、まあそんなわけで萩生田光一はこれからもね、監視し続けたいなと、思っています。もうことあるごとに、お前昔と言っていいのかどうか分からんけど統一教会の信者やったんやけど、いうことを言おうと思いますけどね。はい。